横浜港未来21横浜ハンマーヘッド横浜ハンマーヘッドは横浜市中区の港未来21新構築六6の市外区にある客船ターミナルと商業施設、ホテルなどからなる複合施設2019年10月31日開業横浜港に寄港する大型客船について大三橋単独では対応に限界があることから 信興不当でも受け入れを可能とするため、9号岸壁の耐震化及び延伸、増進整備と公民連携で、かつての新興客船ターミナルに代わる新たな客船施設を整備する計画が立てられた。同岸壁を既存の延長220メートル、深七7.5メートルから延長340メートル、深九9.5メートルに拡張して11万6000。 相当級にも対応できるようにするなど、横浜港に寄港する船舶の8割の受け入れを可能とするもので、横浜市では2014年7月に、同岸壁の延伸、増進整備に関する基本設計を、オリエンタルコンサルタンツに委託、2016年度より、既存施設と古い岸壁の撤去工事に着手した。一方、客船施設については2017年10月、 港未来21新構築客客船ターミナル整備の事業者として横浜岡田屋を代表とした地元企業など、計8社で構成される企業グループ横浜ピア9が選出された。その後、同グループの構成企業が中心となって新港不等客船ターミナル株式会社を設立し、市との公民連携事業として、シックや商業、サービス施設、宿泊施設、 駐車場、交通広場、プロムナードなどを整備する横浜ハンマーヘッドプロジェクトが2018年6月に着工した。公民連携事業として横浜市が土地を事業者に貸し付ける形で整備され、その上でシック施設部分の道が事業者から床を沈借し管理、運営される。2019年6月、複合施設の総称が横浜ハンマーヘッドに決まったと発表。 当初は同年春頃の一部開業を目指していたが、半年ほど後期が伸びて、商業施設とホテルは同年10月31日に開業を迎えた。当施設のコンセプトは、町と陸、海、空をつなぐ、海の駅、横浜海駅。客船ターミナル、商業施設、ホテルなどからなる地上5階建ての複合施設で、1階が商業施設及びシック、ホテルエントランス。 二階が商業施設及びホテルフロント、三から五階がホテル客室となる。なお、施設名のハンマーヘッドは、当地にある歴史的な産業遺産の移行、ハンマーヘッドクレーンに由来する。シック機能を備え国際客船にも対応した客船ターミナル。2019年11月4日のカーニバルコーポレーションダイヤモンドプリンセスの入港と共に共用開始となった。 開業当初はパシフィックビーナスが主に入港しているが今後はその他の客船の入港も予定されている。職を中心とした25のテナントが入っており施設内の一角にはコミュニティ放送局マリン FM86.1MHz も開設されている。ハンマーヘッドクレーンあたり施設の海側先端部に現存する歴史的に貴重な産業遺産。 ハンマーヘッドクレーンの移行周辺に整備された多目的イベント広場で、当施設の建物2階部分とも、ハンマーヘッドデッキで接続される。広場とデッキは共に2020年8月共用開始。1914年に建造された、イギリス製の50トン、ジャイアントカンチレバークレーンで、日本に3機、世界でも17機しか存在しない貴重な産業遺産である。 2007年に近代化産業遺産に認定、さらに2018年には土木学会戦争土木遺産にも認定されている。関東大震災でも倒壊せず、戦後は GHQ に接収され使用できない期間もあったが高度経済成長に入ると再び活躍した。1970年代以降、コンテナ化の進展とと,ともに、 横浜港の港湾機能はより推進の深い、本木埠頭や大黒埠頭が中心となったため徐々に使用されなくなり、2001年に廃止された。2010年には国が塗装の塗り替え及び基礎補強工事を実施しており、耐震性の強化が図られている。なお、ハンマーヘッドクレーンという呼び名は金槌に似たその形状に由来している。所在地。 横浜市中区振興2丁目14番1。ありがとうございます。